津軽生は、江戸時代前期から中期にかけての旗本。武津国広前半分家、黒井料三代当主。官位は小六くらい、下、宇の目忠。日本最古の釣り指南書、何千六の著者として知られる。漢文七年、二代当主、津軽信都氏の着男として誕生した。遠方六年五月十日、四代将軍の徳川、家綱におまみした。 天那3年12月14日、父、信人氏の死去により、家督を相続し、小不請に所属した。先代までは、皇太より合いだった。本家の広崎藩四代藩主、津軽信政から返旗を受け、生、と名乗った。上京3年9月、出羽国米沢藩四代藩主の上杉綱則の幼女、アグリと婚姻するが、翌4年にアグリは死去した。 元禄三年十一月二十三日、霧看板となった。同年十二月二日、五大将軍、徳川綱吉の故障となった。元禄六年八月九日、故障を五役五面となり、小不信組に再編入された。元禄十一年六月二十三日、領地のうちで、上野国瀬田軍内千五百国を、道の靴丸軍、伊達軍内千五百国に移された。 教法4年6月26日、寄り合いの所属となった。元禄年12月14日、元阿公判氏により、岐阜のキラ・吉仲が殺害された。事件の翌朝、キラ邸に真っ先に駆けつけたのが、聖主従とされる、教法8年、日本最古の釣り指南書とされる、何千六を執筆した。この当時、武士の間では、釣りが愛好されており、聖、 もたしなんでいた。徳川綱吉により、小類やアーレミの例が施行されると、長魚は武士の修練のうちとされ黙認されていたが、その後の数度の法改正により釣りは規制対象となり、違反者の処罰や釣り道具の販売も禁止された。このような釣りを取り巻く環境は、綱吉が死去し、法営6年に荒井白石によって小類やアーレミの例が廃止により解禁されるまで、 続いた。本書の冒頭には、釣りは、江戸の娯楽、釣り船に乗れば、社会的名誉は重要ではないとの趣旨の一文が、添えられている。教法19年6月21日、隠居し、津軽信正のなんで養子の久世に家督を譲った。隠居後は、大河と合した。官方3年、死去。生前に小山子に先立たれた。なお、 法暦2年4月黒石牡丹平の八万宮境内に馬術調律のため馬場を開設したと伝承記録されているが、首謀年とは合致しない。ジップは、キラヨシナカ。綱ノのジップも、貴重であるため、綱ノの実妹である。ただし、教法元年には執筆完了していたとの説もある。ありがとうございます。